まあ、チーム一丸、スタッフ、フロント選手一丸となってちょっとホームゲームを盛り上げたいというふうに思ってます。兵庫県姫路市をホームタウンとする日本初の女子プロバレーボールチームビクトリーナ姫路のシーズン報告会が29日夜姫路市内のホテルで行われました。ビクトリーナ姫路の真鍋正義ゼネラルマネージャーにお話を聞いてみました。方法ですね、ちょっとお聞かせいただければと思うんですが、まだチームができて2年でね、本当若いチームでこんなに早く V リーグに参入できるとは思ってませんでしたけどね、まあ、何が嬉しいか、やっぱりこの地元姫路でホームゲームができるっていうのはやっぱり嬉しいですね。でもまあプロチームとしてね、まあ、恥ずかしくないような試合もしなくてはいけないので、まあ、チーム一丸、スタッフ、フロント選手一丸となってちょっとホームゲームを盛り上げたいというふうに思ってます。応援よろしくお願いします。あとやっぱ僕らの印象としては、はい、地元とすごく密着されて教室とかもされてるんですけど、はいはい、もう我々はもう地域密着なんでね、はい、まあ、姫路、この播磨地域がまだバレーボール人口が多いもんですから、うん、まあ、バレーボールのね、やっぱり普及も兼ねて、なんとかもうバレーボール全体をね、盛り上げていきたいなという思いも持ってます。なるほど、はい、きっとここの姫路からまた新たな選手も。そうですね、もうそれがやっぱり最後、代表の選手をね、送るためですよね。はい、じゃあそれまた楽しみにしております。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。